な良きかな。照れることないですよ、ココナッツ。兄様の寵愛をいただいたことは、私の猫として誇るべきですよ。そんな、恥ずかしいからあんまり大声では。違うんだよ、お兄ちゃん。僕は何も言うつもりなんかなかったんだ。でも、しぐれちゃんがずるくて。そうですよ、お兄様。ココナッツを責めないであげてくださいませ。ココナッツの口を割らせることなど、子猫の手をひねるより、たやすいだけのこと。それに、私もまだ幼いとはいえ、女ですから。女の勘は、その方にはわからない機微があるのですよ。おっほほほほほほ。ごめんなさい、お兄ちゃん。しぐれちゃんにバーっていろいろと聞かれて、うまく答えられなくて。しぐれちゃんだって僕のご主人様だよ。お兄ちゃんもそれでいいって言ってくれたし。心は私に忠誠を誓っていても、体は兄様を求めてしまう。そんなのもゾクゾクとこの心と体を焦がしてやまない。ありです、ありですわ、ココナッツ。まだまだ子猫と思っていたけれど、やっぱり私の猫ですわね。違うよ、なんかよくわかんないけど違う気がするよ、しぐれちゃん。で高笑ってるわね。しぐれちゃんとなっちゃんの様子を見てると、なんとなくお察ししますけどね。まあね、私には関係なさそうだし。ショコラちゃんやバニラちゃんの例もありますし、本人が幸せそうならいいんじゃないの、なんでも。ねえ、あずき。え？あ、お、おう、せやな。あ、な、なんつうか、もう、いいんじゃね。そういう、その、好いと惚れとは当人らの問題なわけだし、別に私らがどうこう口挟む問題じゃねえっつうか。そのらしくないテンション。あずちゃんにいつものキレが全然ないよ。うるせえな。誰しもてめえらみてえに無神経じゃねえんだよ。あ、何その逆ギレ、意味わかんないんだけど。まあまあ、喧嘩しない、喧嘩しないよ。早く着替えないと開店準備間に合わないよ。と着替えちまおうや。じゃあな、箇所そんな感じでな。ああ、ショコラ、バニラ、いつまでも寝てんじゃねえぞ。今日も楽しくねえ労働の時間なんだから、起きろや。はい、おはようさん。着替えるから部屋借りるわよ。二人とも起きないと寝坊しちゃうよ。
ちゃん、朝からなんかいろいろとごめんなさい。幸せだったし、後悔なんてしてないから。さあさあ、水月の絆がまた一つ強くなったところで、今日も張り切ってお店を開けましょうか。ご主人はほんとエロだね。私を動物 DVD に釘付けにしておいた隙をつくとは、ほんと作詞エロパティシエ。私だけ仲間外れでエロいこととかちょっと気に入らない。ぶっちゃけそういうことなら私も誘ってほしかった。いやいや、私なんぞまだまだ見習いレベル。でもエロパティシエールの響きは割と嫌いじゃない。あん作り終わったぞ。ここで冷ましとくから忘れんなよ。うん、ダニラ、その溶き卵こっちくれよ。重ね塗りしとくから。なんか今日の小豆やたら働き者だけど、朝からどうしたの一体。ここにあるパイは重ね塗りしちまっていいんだよな。あ、なんだよって。おい、覇者。私は表の方へ。アデュー。
ニラのやつはほんと何考えてるかわかんねえよな。とりあえず仕事しようぜ。仕事、次はなんだ、シュークリームのカスタードだっけか。はい、忙しい忙しい。箇所、カスタードをこんなもんでいいか。問題なさそうならこれ冷蔵庫に入れとくからな。私は全然大丈夫。箇所こそ手がカスタードまみれじゃねえか。悪い、私の不注意でせっかく作ったカスタードも。いや、そんなことねえし、私の不注意だったから。か、箇所？な、何を？そうか、別にそんな大したことさ。はあ、なんだって。舐めたいって、それは。箇所が、そう言うなら、ちょっとだけ。箇所は。
ショーンの指、細くて綺麗だなってずっと思ってた。ケーキ作ってる時とか、たまに撫でてくれる時とか、この手すごく好き。すまねえ、ちょっとうとうとしてたら寝ちまって。今何時だ？もうだいぶ時間経っちまったよな。22時って、
別にマジで調子が悪かったわけじゃなくて、寝不足だったのは確かにそうなんだけど、箇所がすげえ気遣ってくれるからよ。あんまり心配されるのもあれだし、はっきり言っとく。昨日の見ちまってよ。別に覗くつもりだったんじゃなくてよ、ナッツのアホがずっとボケっとしてたから心配してて、後から店に戻ったらそのモニョモニョってわけよ。まあそれで恥ずかしくてよ、カショウも優しい顔して、その男っちょうか、普段はあんな顔見せねえじゃん。でなんかそういうの意識しちまうと、そのいつもの感じで顔見れなくてよ。だから別に体調が悪いとこじゃねえんだ。終わり。いや別に謝れとかそういうんじゃなくて、私の方が勝手に舞い上がってたっつうか、そのまあとにかく。それで調子狂ってただけで、全然心配されるようなことじゃねえから。私のことは気にしないでほっといてくれりゃいいかな。ご主人大丈夫？ショコラは先にお風呂、今頃パンツ脱いでる頃だと思う。ショコラは昨日お楽しみだったから、今日は遠慮してもらう方向で。まあまあ、ご主人は気になさらずに。それで、あずきは大丈夫？ああ、妹に心配されるようなことはねえよ。ダニラも、私の着替えとかしてもらったみたいで、すまねえな。その程度のことで、あずきは本当に大丈夫？だから別に大丈夫だって。どうしたの？顔そらして。別に何でもねえ。じゃあ、もう大丈夫だから、帰るわ。いろいろと手間かけさせてすまなかったな。
じゃあ、そういうことで。ちょっと待った。なんだよ。だから、もう大丈夫だって。あずき、本当はここにいたいんじゃないの？本当はって、なんだよ。私は別に。素直にならなきゃ、ご主人に教えちゃうよ。なっ！ご主人はちょっと待ってて。ねえ、はずき。本当は帰りたくないんだよね。何をバラすっつんだよ。言わなきゃわからない。あずきの着替えしたの私だよ。そんなこと言われても、私にどうしろっつんだよ。にゃあ、バニラ、やめ、あずき、普段は生意気でも、可愛い声出すね。首筋感じるの？主人は待っててって言ったでしょ。あずきの可愛い声でも聞いて待ってて。何勝手なこと言って、あずきってばすごく敏感。首筋だけでこれなら、乳首も一緒に触ったらもっと可愛い声出ちゃう。バカ！何言ってんだ！そんなのやめろ！やめ！あずきの乳首、コリコリになってるよ。やめろとか言って、なんでこんなに気持ちよくなっちゃってるの？お前がこんなことするから、嘘つきだね、はずきは。でも、その素直じゃないギャップもまた萌え。それを素直にさせるのがまたたまらない。だから、何勝手なことばっか言って。やめ！にゃ！
首だけで行きそうになるなんて。あずきは本当に感度いいんだね。続きしてほしい？されても素直になれない？あずきもエッチなことしたくてたまらないんでしょ？ここまでされてしたくないわけないだろ。私だって一応は女なんだから、興味はあるって。してもらえないよ。いいの？それともここまで来て私からご主人に教えてもいいの？
介しないと、うちのお姉ちゃんは素直になってくれないもんで。女にここまで言わせといて聞いてんじゃねえよ。だからキスしてくれ。歌唱好きだ。気を使われる姉とか、ほんと情けねえよな。それだけじゃなくてよ、初めての後くらいご主人貸してあげる末っ子のサービスにやりなんて気の使い方されて、それに甘えちまってる長女がな。とく、謝るくらいならやんじゃねえって話だよ。嫌な相手だったら張り倒してるし、そもそも髪一本触らせたりしねえし、私をそんな安い猫だと思うんじゃねえぞ。たく、一回抱いたくらいで私を物にした気になんなよ。そのなんか勢いで抱かれちまったけど、たまたま、そう、たまたまなんだからな。Thank you.
ないしょ。うん、分かってるならいい。わがまま聞いてくれてありがとな。